んだその反応。アホな谷口の友達にしては割とまともっぽいわね。一応あれでも友達なんでな。その辺にしといてやってくれるか。そんなことはどうでもいいのよ。それよりあんたやっぱり、ううん、気のせいね。そんなわけないもの。ジョンのことか。だから最初から俺だって言ってるだろ。もういい、そんな冗談聞きたくない。でもそうね、またどっかで会ったらお茶くらい付き合ってあげてもいいわよ。今日は無理だけど行こ。小泉くん。あ、お前、ちょ、ここで失礼しますね。ですがあなたには驚かされました。どういう意味だ。あの鈴宮さんがほぼ初対面のあなたにあのようなことをおっしゃるとは。もしかしてあなたが何か特別な存在だったりするのですか。いや、ごくごく平凡な小市民だ。ですよね。では特別な存在ときたか。小泉の口ぶりからしてもしかすると紅葉園学院でもある日はあの自己紹介をぶちかましたのかもしれない。ただの人間には興味ありません。この中に宇宙人、未来人、異世界人、超能力者がいたら私のところに来なさい。以上。残念だったな、春日。宇宙人も未来人も超能力者もこっちの世界にはいなさそうだぞ。とそこまで考えてふと、もしかすると今の俺は異世界人かもしれないという考えが頭によぎった。そのラインで攻めればよかったかもな。お、スタンプ発見。これはスタンプラリーのスタンプじゃないか。おっと、こんなところにスタンプがあるぞ。